長崎は今後の行方を占う大事な初戦を迎えました。新たなライバルたちとの戦いが始まります。本日のゲームはスタジオオリオンで行われます。この時間はビファーレン長崎対リーベルプレート、こちらの一戦をお届けいたします。コンディションです。今夜の現地は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ前半見ていきましょう。ビファーレン長崎対リーベルプレート、サイドの紹介です。皆さんから見て右に攻めるのが長崎、反対側右のエンドからがリーベルプレート。シュート、さて北澤さん、この試合で一番気になる選手は誰でしょう。ネイマールですね。やはりあの個人技には注目したいですよね。細かいボールタッチから生まれるドリブル、パス、シュートはどれも素晴らしいですよね。周りを驚かせるプレーをぜひ見せてほしいですよね。はい、さあこのゲームではどんなプレーを見せてくれるのでしょうか。期待しましょう。奥井、カットに行きます。これは相手選手にディフレクション、コーナーになります。立ち上がりのコーナー重要ですからね。ここはキーパー処理しました。裏へのスルーパス、トクラ、これは来た、期待1対1、シュート、来た、先制、長崎、トクラ、素晴らしいドリブルからのフィニッシュでした。いやボックス内で冷静なフィニッシュでしたね。ドリブルからシュートっていう個人の力から生まれたゴールですよね。やっぱりチームにとっては大きな武器になりますよね。さあリーベルプレート、この序盤に早くも失点するゲーム展開になりましたね。いや強豪同士いきなりスコアが動くゲームになりましたよね、はい、失点した方は追加点さえ与えなければまだ序盤なのでいくらでも立て直しは効きますよね。そうですね。ディフェンス、これを読んでいた、簡単ですよ。裏のスペースを狙う、このボールはカットされます。メッシ、マッチアップのシーン、トクラ、長崎、カウンターを仕掛けていきます。さあ左サイドへ、裏を狙う、いいボールですね。インターセプト、スペースを使う、狙えるかと呼んでいた。アレハンドロ・バルデ、増山、スペースに出す、中央、ヘッドだ、うもう一度来た、よく止めた。ネイマール、前線からプレスかけますからね。自分で行く、シュート、手足、押し込むか、いやー追加点、長崎リードを広げました。トクラ、キーパーがファンブルしたボールをゴールに押し込みました。これはファンブルを狙ってましたかね。ポジショニングも良かったですし、イメージ通りのゴールだったんじゃないでしょうかね。
倉、今日2点目です。さあ長崎、さらに1点を追加し2対0としています。長崎としてはこれでゲームの主導権を握れますよね。この後相手は積極的に来ると思うんですけども、一つの失点で流れが変わってしまうのでディフェンスは気を引き締めたいですよね。そうですよね。インターセプトを狙う、ネイマール、ボールはメッシへ、メッシからモラタ、サイドを使います。ここはつながりません。ロドリからモラタ、流れを止めます。ネイマール、メッシー、わずかに合いませんでした。トクラ、いけるか、スルーパスを出す。さあトクラ、勝負のシーン、シュート、長崎追加点、怒涛のゴール、勢いが止まらない。ディフェンスにとってはちょっとアンラッキーな失点になってしまいました。さあ長崎、現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。今のファールでイエローカードをもらっています。ちょっと今のはいらなかったかもしれませんね。さあこのセカンドボール、これ仕掛けるか。ここでファーストハーフ終了、引き続き15分間のブレイクに入ります。前半だけで3ゴール、長崎着実にリードを保っての前半になります。見ていて絶好調に見受けられるんですが、どうでしょう。前半で 3-0、 攻守にわたって素晴らしい前半でしたよね。波乱の前半、誰が予想できたでしょうか。しかしまだ45分あります。引き続き展開を見ていきましょう。リパーレン長崎対リーベルプレート、長崎が3対0、シュート来た、追加点、長崎さらにさらに点差を離していきます。北澤さん、今のゴールは中盤からのカウンターでしたが、いかがでしょう。高い位置からの守備が良かったですよね。やっぱりあの位置で奪えると一気にチャンスにつながりますよね。さあ長崎、現在圧倒的な強さを見せています。スルーパスを狙う、トクラに渡ります。これいいですよ。スペースを使う、これは合いません。コースの組み手も早いですよ。ベルナルド・シウバ、この辺の駆け引きはやっぱり見ていてワクワクしますよね。モラタに渡る、プレスをかけていきました。笠柳、入るか、飛び出した、抜けてくる。相手の方が数的優位という状況でしたが、ディフェンス見事でしたね。これはディフェンスのファインプレーでしたよね。シュート、触る、押し込んでくる、なんと止めた。さあここでカウンター、ここは競り勝ちます。仕掛けるか。さあシュートレンジだ、メッシー、いいですよ、ポジション切り替え、抜けてくる、左サイド上がっていく、キーパー前へ蹴り出します。ここはカットします。ここも固い守りでボールを奪います。ここはつながりません。
増山、さあ裏を狙っていきましたがこれは通りませんでした。これは合いません。絶好の位置で受ける、クロスが入る、アウトまで来た。左にされます。奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。リーベルプレート、なんとか今のシーンしのぎましたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。インターセプト、さあ左へ預けてガレーノ、さあカウンターを仕掛けます。ネイマールからモラタ、いけるか、このボールに触ります。右サイドへ振ってベルナルド・シウバ、右サイド上がる、さあ裏を狙っていきましたがこれは合いません。おっとこれはカウンターいきますね。左サイド上がってきます。このボールをカットします。ネイマール、ここはつながりません。ここでマッチアップ、これはクリア、オフサイドです。おっとここでイエローが出ました。これはさっき当たった時のやつでしょうね。長崎、今のでイエローカード2枚目となりました。いやこういった一つのね、あのプレーによって状況変わってきますからね。Sostituzione di giocatori. Numero 8. さあ、ともに選手交代があるようです。Numero 2. Numero 5. Numero 33. ここはすぐ奪い返します。僕らから対応せざる。Il numero 10. Il numero 14. ギドロ・ロドリゲス。Il numero 19. このボール奪いに行きます。名倉。僕らからサバダ。ディフェンス、これを読んでいた。裏のスペースを狙う、名倉渡ります、ボールのところパス、さあチャンス、シュート、いや追加点、長崎さらに突き放します。沢田、キレのあるドリブルからのこのゴール、見事でした。いやボックスの中でよくあそこまで冷静に決めましたよね。ドリブルからシュートまでの流れが完璧でしたよね。沢田、先ほど投入されたばかりですが早くも監督の期待に応えました。いやあ、カメだ、来たー、長崎今日は止まりません。美しいカウンターからのフィニッシュでした。いいカウンターでしたよね。
前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて見事なゴールでしたね。シュート、おっとゴールラインを割ったところで長い笛。6対0、長崎強さを見せつける勝利となりました。徳良、このゲームのマンオブザマッチはこの人になるでしょう。見事な活躍でした。さあ北澤さん、試合の総括をお願いします。長崎としてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。今日の結果をうまく次につなげていきたいですよね。はい、ありがとうございます。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。長崎、初戦をものにしました。
長崎は今日のゲームで勝利すると昇格決定となります。チームの勢いそのままにスピード昇格を決めることはできるのでしょうか。この時間はマンチェスターユナイテッド対ヴィファーレン長崎、こちらをご覧いただきます。マンチェスターユナイテッドのホームオールドトラフォードで今日のゲームは行われます。1910年に開場、100年以上にわたってクラブと共に栄光の歴史を歩んできた由緒あるスタジアムです。天候の確認です、現地の天気は晴れていますね。両陣営好条件の中今日のゲームを迎えています。このゲームの解説は元にシュート、おっと北澤さん、この試合ゴールマウスにはオリバーカーンが待ち構えています。いや気合十分ですよね、やっぱりオーラが違いますからね、はい、ちょっと怖いぐらいですよね。そうですね、闘志が全身にみなぎっているようです。苦しい時こそ一番後ろから選手を鼓舞してくれますからね、チームにとって大きな柱になるプレイヤーですよね。そうですよね、この試合でも魂のこもったセービングを見せてくれることでしょう。サイドを使います、仕掛けるか、やーっとPK です。長崎 PK のチャンスを得ます。さあ試合の流れを決める大事な局面、決めた先制、非常に落ち着いていました。いや勝負強いですよね、落ち着いて決めてきましたね。さあ長崎、欲しかった先制点を決めました。大きな1点になりましたよね、はい、今日みたいな昇格のかかった試合でのゴールはいつもの1点とはまた違った重さがありますよね。コーナーキックとなります。エジガルジュニオ、彼に合わせてくると見ていいでしょうかね。はい、このストロングポイントは生かしてくるでしょうねと呼んでいた。マッペ、ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。米田、ここは一旦バックパス、おっと危ない、前半16分です。長崎は現在ファーストハーフ中盤で1対0とリード、さらにはポゼッションで相手を上回っている状況です。相手から非常に良かったですよね、結果で見たらいい流れなので、いかに切らさないでいけるかですよね。マルキーニョス、ウバッペ、デブライネ、メッシが受ける、これはチャンスだ。危ないシーンでしたがここは大きくクリア、このボールに触ります。カバール、メッシ、ポーランドへのボール、メッシ同点、マンチェスターユナイテッド、このゴールで今日のゲームをリセットします。いやこれは素晴らしい、いい展開ですよね。メッシ、キレのあるドリブルからのこのゴール、見事でした。いやボックスの中でよくあそこまで冷静に決めましたよね、ドリブルからシュートまでの流れが完璧でしたよね。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。このワールドクラスが揃ったゲームなので、きっとこのままでは終わらないですよね、はい、この後どんなプランで来るのか、お互いの采配にも注目したいですよね。はい、そうですね、あっと右サイドスルーパス出せたかな、今これはファールを取られました。ネイマール、今のファールには注意があったようです。そうですね、丁寧にいかないと次こそカードもらっちゃいますからね。縦にボールを送りましたが、これはタイミング合いませんでした。さあエジガルジュニオ、もう一つ前に行きたい、カウンターですよ、メッシへ
ムバッペ、あ、いい展開ですね。おっと、これはカウンター行きますね。ここでファールがありました。パバール、デブライネ、これはつながりません。対応します。さあ、ホーランド、ネイマール、あーっと、これは、いやー、ここでこれは悔やまれます。これは痛い。いや、これはちょっと予想外の展開ですよね。北澤さん、今のプレーですがいかがでしょう。まあ、もちろん精一杯やったプレーの結果ですからね。次切り替えていきたいですよね。さあ、長崎オンゴールで失点してリスタートとなります。まあ、もらった方としては非常に大きな1点ですし、与えた方としては相手が相手なだけに ねちょっと悔やまれる1点になりますけどもね。はい、ムバッペ、ポーランドからメッシ、さあ、裏を狙っていきましたが、これは通りませんでした。大きく蹴り出します。さあ、カウンターのチャンスになります。奪い返します。メッシ、メッシからムバッペ、スペースを狙った、メッシ、ムバッペが受ける、中上げる、頭できた、惜しくも外れたところで試合を止めます。前半終了、差は1ゴール。長崎リードされて迎えるハーフタイム、いかがでしょう。オンゴールもあったんですけどね、気にしないでここは仕切り直してほしいですよね。マンチェスターユナイテッド対ヴィファーレン長崎、では引き続き試合をお楽しみください。さあ、後半スタート。これ45分で全てが決まるわけですから、はい、もうこの試合のことだけを考えて戦ってほしいですよね。そうですね。上げる、中央へ、バストーリー、危ないところでしたが、ナシュート、決まった、追いついた長崎、昇格に向けて意地の同点ゴールを見せます。今日のゲーム見どころ満載です。このゴールでさらに面白くなってきました。ハイレベルな選手が揃う中できっちりチャンスをものにできましたよね、はい、やっぱり見どころの多い試合になりましたよね。裏へのスルーパス、足元、シュート、来た、勝ち越し、長崎、サポーターの願いを乗せて昇格に一歩近づきます。美しいパスワークからのゴールでした。いや、これは素晴らしい崩しでしたね。選手同士の連動も見事で、フィニッシュも落ち着いていていいゴールでしたね。どうだこのシュート、富澤、オフサイドか。スペースへ、フリーだ、シュート、ショット、カーン、
シュートストップ見せてくれました。よく止めましたよね。あの位置からのシュートでしたけどもね、素晴らしいですね。危ない場面でしたがキーパーが立ちはだかります。マンチェスターユナイテッドはここクリアで難を逃れます。とボールはマンチェスターユナイテッド、カウンターを仕掛けていきます。ムバッペ、さあホーランド切り込むか、シュート、決まった、追いついた、マンチェスターユナイテッド決められてから北澤さん、またすぐでしたね。いやすごいな、動きのある展開になりましたよね。これでまた分からなくなりましたよね。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて見事なゴールでしたね。さあ勝敗の行方、次のゴールが大きく占うことになります。ゴール決まった後はやっぱりどこかに隙が出るものなんですけどね、そこを見逃さないでよく決めましたよね。そうですよね。長崎がここでファウルを取られます。長崎はこれが最初の選手交代となります。そうですね、どうしてもゴールが欲しい状況ですからね。交代の狙いはよく分かりますよね。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。岡野、これはファールです。いやーよく反応しましたね。いやー見せてくれましたよね。この重要な試合で大きなセーブになりましたよね。これはクリア、高橋、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。さあカウンター、この時間に1点が欲しい。さあ抜けた、デブライネ、長崎、まさかの展開でしたね。まあまだ状況的には同点ですから、確かにこの時間に失点して追いつかるということは得点以上に重さを食らうことにはなるわけですけどもね。絶対に気持ちで負けちゃいけない場面ですよね。本当に辛いのはここからなんで、切り替えが重要だと思いますけどもね。マンチェスターユナイテッドが最初のメンバーチェンジを行うようです。ここはつながりません。マルキーニョスからのフィード、裏を狙う、メッシ、インターセプト。今のはいい攻撃でした。おっと、エジガルジュニオ、ここで一人で持っていくと、これはつながりません。スコールズ、ここでファールがありました。スペースを狙う、長崎としてはチャンス作ったんですけどもね、流れは来てますから得点につなげたいですよね。デブライネ、カバール、アントニー、
ハバール。どうだ？来た！頭！来た！勝ち越し！マンチェスターユナイテッド！再びゲームをひっくり返します。なんという好ゲーム。クロスボールに頭で反応。パスも良かったですけどもね。しっかり頭で合わせたいいゴールでしたね。ポーランド、今日2点目です。両チームともメンバー交代があるようです。昇格のかかった試合ですからね。自分たちのペースで進めたいという狙いですよね。さあマンチェスターユナイテッド勝利に向けて一本抜け出しました。いやこの残り時間も少なくなってきている状況でよく決めましたよね。もう得点した後落ち着いてプレーしたいですよね、はい、マンチェスターユナイテッドとしてはそろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり試合を締めたいですよね。ポーランドからデルピエロ、スルーパスを狙う。ディフェンスこれを読んでいた。ボールはクリア。残り時間少ないですからね、冷静に対応してしっかり試合を終わらせたいですよね。抜けてくる。さあ打てるか。シュート、いやー来た、通った。長崎ゲームを振り出しに戻します。夢の昇格に向けて大きな大きな1点です。この時間帯で追いつくメンタルですよね。素晴らしい美しいカウンターからのフィニッシュでした。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透しますよね。ここで終了を告げる長い笛。4対4、激しい点の取り合いとなりましたが決着つかずドローということになります。この試合ですがカードが1枚も出ないというゲームになりました。激しくもフェアな戦いでしたね。さあ北澤さん、今日のゲームどうでしたか？良かったところ悪かったところそれぞれあったと思うんですけども、大切なことはこの結果を次にどう生かしていけるかですよね。チームとしてどれだけ成長できるかっていうのも考え方一つで変わってきますからね。はい、ありがとうございます。激闘の余韻にサポーターたちは浸っています。そろそろお別れの時間となります。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。両者ドローで試合を終えています。
このゲーム昇格のかかった一戦となります。気持ちよく勝利で昇格を決め、次のステージに向けて弾みをつけたいところです。このゲームの舞台はここ埼玉スタジアム2002、サッカー専用スタジアムというだけあり、ピッチとの距離がとても近く感じます。この時間はビファーレン長崎対カナダ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。コンディションです。今夜の現地は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。シュート、いやー、先制、長崎、徳良、昇格に近づく大きな大きなゴール。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか？そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透してますよね。さあ長崎、どうだ、シュート、追加点、長崎、あっという間の2対0、大きく試合が動きます。今のゴールですが、中盤で奪ってからの展開でしたね。奪ってからシュートまでの展開が良かったですよね。選手同士でゴールまでのイメージが共有できてますよね。さあ長崎、得点を重ね2対0とシュート、ゲット、カナダ1点差に追い上げます。美しいカウンターからのフィニッシュでした。いや、迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。見事でした。シュート、今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。ここからカウンター早いでしょ。エジガルジュニオ、さあチャンス、危ない、シュート、セカンド拾えるか、チャンスになる、米田攻撃、シュート、トラップから打つまで非常に速いシュートを打ってきました。足の振りが非常に速いんですよね。ほとんどテイクバックがない中でこれだけ強いシュート打ってますからね。スルーパスを狙う、絶好の位置で受ける、シュート、クルトワ、サラと、これはつながりません。ここはすぐ奪い返します。戻します、危ないシーンでしたがクリアの対応、ヘディング、これは素晴らしい反応でした。何が何でも止めてやるっていうね、そういう気合を感じるセーブでしたね。長崎カウンターを仕掛けていきます。これは合いません。ブルーノフェルナンデス、狙ったメッシ、おー、いい形でしょ。このボールに触ります。
さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。カナダクリア、このピンチをなんとか出します。ミドル富澤、いや今のは北澤さん、キーパー素晴らしかったですね。あの位置からのシュートでしたけどもね、素晴らしいですね。大きなピンチでしたがチームを救いました。徳良、柔らかいボール、このボールに触ります。ディロレンツォ、一呼吸を置きます。ボールはメッシへ、アキノ、いいとこ入りますよ。シャルファノール、ボールのどこのパス、得意、うまくボールに行きました。オクラ、ルーベンディアス、このボールをカットします。さあブルーノフェルナンデス、ここは守備の対応、危ないシーンでしたがここは大きくクリア。チャルハノールへ、加藤、さあ右へ預けて、ディフェンスこれを読んでいた。ボールを戻します。アキノ、スペースへ、長崎、カウンターを仕掛けます。ここは通しません。トクラ、トクラからエジガルジュニオ、チャルハノール、前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。差は1ゴール。さあここでお話を伺います。前半は点の取り合いになりましたね。ですけどまだ 2-1 ですから、お互いに気の抜けない点差ではありますよね。次の1点がこの試合のポイントになりますよ。長崎としてはこのまま引き離したいところでしょうが、失点もありましたからね、まだまだ安心できないところでしょうね。ビファーレン長崎対カナダ、長崎が2対1でリードを前半を折り返します。Substitution in progress. さあ後半スタート、このパスを防ぎます。バストーニ、メッシー、この試合アシストを記録しています。加藤からエジガルジュニオ、これ仕掛けるか、仕掛けるか、インターセプト、ペドリ、あーこれファール、取らないですか、ラムスペースを狙う、ディロレンツォからフォーデン、これは奪い返します。裏へ出るか、さあ裏を狙っていきましたがこれは合いません。エジガルジュニオから左へ、笠柳、リズムを刻む、相手の方が数的優位という状況でしたがディフェンス見事でしたね。ディフェンス落ち着いて対応しましたよね。ファールで止めてもおかしくないシーンでしたからね。スピードアップしたいですよ。ここは奥井からエジガルジュニオ、スルーパスを出す、スピード上がってきますよ。このマッチアップどうなる、今ずここはファールです。ここはつながりません。エジガルジュニオ、トークラ、トークラからアキノ、チャルハノール、ベースへ、マルティネスから左サイド。カナダとしては今の形良かったですよね。
これを繰り返せば決定機につなげられますよね。はい、自分たちに流れを引き寄せたいところですよね。メッシへのボール、おお、これいいですよ。笠井柳、入るか、加藤へ、スペースを狙う、来た、シュート、決まった、追加点、長崎リードを広げました。見事なラストパスからのこのゴール、最後のスルーパス見事でしたよね。やっぱり縦にいいボールが入ると決定機につながりますよね。そういう攻めの姿勢が生んだゴールと言えますよね。エジガルジュニオ、今日2点目のゴールです。さあ長崎、リードを2点に広げてリスタート。長崎としては2点差ついたことで視野も広くなってプレーの幅も広がるでしょうね、はい、この勢いでさらにもう1点取れるといいですよね。そうですよね。このセットプレーですが、ヘディングの得意な選手が待っていますよね。まあそうでしょうね、彼を生かしてくるでしょうね。シワメリ、ここはドリブルで上がる、さあつながるか、アキノ、ここは読んでいました。さあカウンタースピードを上げたいところ、これはどうだ、左へ預けて、さあここでカウンター、チュアメリ、裏へのスルーパス、右サイドへ振って、さあカウンターを仕掛けます。コーナーキックです。蹴るのはもちろんチャルハノール、まあ、いいボール入れますからね。長崎はここクリアで難を逃れます。スルーパス、裏へ届くか、このパスをシュート、いやー追加点、長崎これで3ゴール差になります。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。そうですね、得意の形ですよね。チームのストロングポイントを発揮したいいカウンターでしたよね。これは選手も狙い通りでしょうね。長崎追加点、大量リード、美しいカウンターからのフィニッシュでした。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。さあ長崎、このゲームの主導権を完全、シュート、来た、追加点、長崎全く手を緩めません。澤田、うまく相手のマークを外してのシュートでした。いや、パスからシュートまでの一連の流れが非常に良かったですよね。
ディフェンスとしてはあそこまでうまく崩されるとなかなか守りきるのは難しくなりますよね。澤田今日2点目です。さあ長崎現在圧倒的な強さを見せています。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますしこの連続ゴールにつながったんでしょうね。加藤抜けてくる。ここで笛です。6対1、長崎このゲーム勝利で見事昇格を決めました。さて北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。長崎としては素晴らしい勝利になりましたよね。次のステージではまた強豪が待っていると思いますけどどこまで戦えるのか非常に楽しみなチームですよね。はい、ありがとうございます。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん本日ありがとうございました。ありがとうございました。長崎は昇格を決め次のステージへと駒を進めます。
Thank you.